とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー、やっていってます。今回は16回から30回ですね。まず、序盤がめちゃくちゃ難しかった。後半は、どうなるんでしょう。ここはいらないかな。いいかな。勇者もいいかと思うんだけど、でも演者がね、全然良くないのよ。ステイで。いきます。あ、ゴーレムだけ更新すりゃよかったか。まあいいや。行くぞ!ゴーレム。動いて、ゴーレム。動いてくれ。重力パルスついてるね。おー、危ねえ。おお、危ねえ、恨むなよ。よし、いいね。ゴーレムのパワーは低いけども炎茶所でなんとかなってる。危ない、ゴーレムやられる。ああ、どうせやられたか。よし、でももう終わりだ。16回クリア。多分22、3回ぐらいから厳しくなるんじゃない？なんかそんな気がする。グレイブか、場所によるんだよね。まあまあ行きましょう、そのまま。どうだ、何がいる。はい、登山はね、もう後々絶対変えようと思うんで、うん、クレインもあっかな。エンチャ入れとけ。うん、追い打ちは2でいいよね。いや、もう3入れろ、入れとけ。うん、いいよ。95の黒曜石ダメージは、あ、2000から4000。ああ、まあ、いいね。うん。全然使っていけそう。いくぞー。これ意外とあれか。この、防具のクールダウンに、がいい感じかもね。おそらくだけど。これが結構効いてる感じがするね。いっけ。いや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 、雑魚多いな。まあ流れ込む魂で回復するからいいけどね。ネクロとか出てくる？出てきた。ちょっと待て。ちょっとこれは厳しいぞ。ちょっと多すぎじゃない？マジで多いよ。ちょっと待てって。よっしゃ、 OK、 行ってこい。終わり。あー、エンダーマイトがどんどん湧いてきて戦いにく。あー、でここでもこれか。アイテムボーナス1か。ああー、キノコだわ。ここは間違いなくキノコ。うん、あ、アーティファクトに結構恵まれてる今回は。うん、いいじゃん、これあれば全然いいよ。よし、問題ない。で、クールダウンが2ついてるから、パワーの低いキノコでも全然継続していける。いけ、ナイス、スタンがついてるね。オッケーオッケー。あ、意外とこの防具が、あ、合ってるな今の。アーティファクトにすっごい合う。
でも耐久がね、耐久の問題なのよ。あースプラウト HP だいぶ上がるね。変えよう。うん、クールダウンは1になるけどそんな問題ないでしょう。で防護もね入れとけば耐久も上がるしいける。で次がボスって書いてあったんで21回ボスもまあまあ問題ないでしょう。で矢が結構あるからね、いい弓が後々出てきてくれれば嬉しいけども、何出るだろう。できれば乱射ハープそのあたりだな。うん、あ、ねえ、オッケー捨てろ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。よし、まだいる。よし、ちょっとね、冷気が入ってるから相当いいよ。いけ。うん、クールダウン1じゃちょっとキノコは継続させることはできないっぽいけど、ちょっとオッケー、マルチショットある、オッケー。どんなのが来る？怖えな。いけ。ゴーレムの HP。まあ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 、なんとかし、なんとかしよう。何体？大概。よし。いやー、ブラインド食らった。最悪だ。ギャー、いや絶対倒す。どこだ、うん、オッケー、オッケー、よっしゃー、21回クリアです。あのセット本当に嫌。あの二人のセットは本当嫌いです。ボスの後に商人なんだ、珍しいね。乱射かなと思うんだけども、近接でいきます。近接今回は、うん、キノコあるしね、星夜でもうバシバシやっていきたいと思います。隣接でいく今回は、まあ、乱射のねマルチがついてれば全然いいからね。じゃあどうせ嫌な敵が多いはずだもん、ここ。よし、ちょっとエンチャンター OK。 ちょっとゴーレムのパワーがさもう厳しいね。うん、ゴーレムのパワー厳しい。 OK。 ギャー、ナイス。ゴーレムがうん本当いいタンクだった。ナイスタンク。ゴーレムまだいるの？あと1回湧く？大丈夫、キノコ温存してあるから大丈夫。少しナイス。まだ上にいる？あ、上いるだけか、なら問題ない。終わり。23クリアですね。ちょっとゴーレム更新して、75か、低いな。ゴーレム低いな。ちょっとね、落石注意食らうなよ。でもまあこのエンチャンターの書で全然あれだね、ゴーレムが強い強い。よし、オッケー。エンダーマイト多いな。よし、
した、OK。エンダーマイトが多すぎるって。何が来る？いやいやいや、エンダーマイトばっかりじゃん。なんでそういう感じか。ちょっと待て、エンチャンターをまず何とかしろ。やばいぞ。よし、終わり。24回クリア。ボーンクラブ欲しいだけども、今更だ。うん、今更。こっちでもいいかなと思うんだけど、エンチャントが全然だな。いや、エンチャがなんもないんだよね。いいか、変えろ、変えてけ。うん、攻撃力上がるし。いや、でも本当になんもないな。最後の叫びも1ぐらい入れとけ。それだけで十分だ。だね。間違えた。ボタン間違えた。このステージ俺嫌いなんですよね。ここほんと嫌い。あー、もったいないな。よっしゃ。いや、敵も結構嫌なやつ多いな。よっしゃ。まあまあまあ、いいでしょう、いいでしょう。まだいるんかい。今回のタワーね、エンダーマイトがやたら湧く。こいつ嫌だな。よし、下いる？いないね。あー、出るか。いやー、もうこのゴーレムの攻撃力じゃちょっと倒せなくなってきてる。ゴーレムそろそろ潮時か。うわー、キノコここでも出るの。悩むところ。いや、星寄りでいく。このまんまいく。でキノコが 13.8 秒、あんま変わんないな。はい、 OK。 ここね、ちょっと乱射出していこうか。これでいこう、安全に。うん、多分矢はもう使わないかもね、ボスでは。なんでここで出し切っていこう。うん、26、27、28ぐらいでさ。やーべえ。よっしゃ。あ、そっか、アイテムボーナスついてんだ。いや、なんかよくわからんかったけど、うん、まあ最初のね、乱射でガシガシ倒したのが早かったのかな。まだ全然矢があるよ。どんどん使っていこう。ほう、あー、そうね。いや、いらない。うん、もう最後のパワーでゴーレム上げてもいいや。うん、ゴーレム上げていってもいいよ。これはこういう感じで行くのもありじゃない。あぶねえ、やられるとこだった。あぶねえよ、あぶねえよ。うん、だと思った。でも十分十分、ここまで戦ってくれれば十分っすよ。いけ。
終わり。え、まだいる？あ、そこね。これで終わりでしょう。はい、27回クリア。なんかひょっこりゴーレムのね、強いのが出てくればいいけど、出ないな。あー、エリクサーも欲しいな。さっきのところで森を取って、ここでエリクサーでもありだ。うん、あ、全然あり。これもいいな。いい、このまま行きます。うんうん、なんかね、攻略ではちょっとうまいこと取っていけそうな気はする。うん、いけ。ここはビッチが出るぐらいだね。いやー、マジか、やべえな。よっしゃ、あぶねえ。いいね、最後の叫びだったか。多いなそれ。多すぎないか。最後に弓がさ、はい、一気にいけた。やっぱゴーレムは重要か。ゴーレムすごい重要だわ。あー、これ最後ですね、最後。まあ、乱射変えていくだけでいいね。いや、悩む。いや、ゴーレムはもういいや。うん、いいわ、星寄るだ。ボスによるけどね、こっち上げた方がいいかこっち上げた方がいいか、すっごい悩むけど、今回はもう星寄るゲーでいきます。127。おーおーおお、2発目が14000、かなりダメージあるね。これをキノコで使っていけば問題ないっしょ。うーん、そうね、結構エンチャポイント余った、すっごい余った。別に何もいらないんだよね、こんな感じ。どう？ボスが何かによる。なんすか？あー、ゴーレムの HP 更新すればよかった。まあ、いいか。1体 ?2 体 ?2 体マジで？あ、でも大丈夫だ。OKOK。こいつの一撃でかいからね。怖っ。エンダーゼント怖っ。よっしゃー、いけたー。はい、ということで、今回のタワーは前回よりも楽です。うん、でもところどころ難しいとこあるので、まあ若干注意は必要ですね。まあ特に序盤。うん、後半はそんなになかった気がします。では、報酬見てみましょう。新年一発目はなんだ？しょぼ。しょぼい。まあ痛みサイクル入ってるからまずいらない。クリさんだけども、普通の槍だったらいらないかな。ささやくだったら、うん、全然使えた。破滅は使わないっしょ。うん、なんかクロスボウ系をね、もうちょっとこう強くしてくれれば嬉しいんだけども、なんかいまいちな感じですね今のところは。はい、ということで、2回に分けて、やってきましたタワーの初見攻略ですね。はい。では、次は攻略動画の方を出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。